ADC 航空86便墜落事故は1996年11月7日にポートハーコート国際空港発ラゴス空港行きの ADC 航空86便が空中衝突を避ける際に過大な操縦を行ったためにコントロールを失って墜落した事故である。機体は高速で地面に激突し乗員乗客144人全員が死亡した。 事故機のボーイング727から231は1969年に製造され同年4月29日に初飛行を行い5月に N64321 としてトランスワールド航空に納入されたその後1995年7月5日に ADC 航空へ売却され 5NBBG として登録されたまた搭載されていたエンジンは プラットホイット 2JT8D-9A であった。86便はラゴスへ向けてフロリダ240を飛行していた。同時刻にトライアックス航空が運航するトライアックス185便がラゴスを離陸しフロリダ160を飛行中でさらにフロリダ210を滝が飛行していた。86便のパイロットは フロリダ210を飛行中の航空機と衝突する危険があったため、降下の許可を求めた。この時、ラゴスの管制官は86便の飛行高度をフロリダ100と誤認しており、すでにトライアックス機より下にいると考えていた。フロリダ240からの降下中に、フロリダ160付近で86便の空中衝突防止装置が警報を発した。86便のパイロットは、 右旋回を行い、衝突回避を試みた。しかし、この時の旋回が急すぎたため、機体は急降下し始めた。機体の速度はおよそ16秒ほどで280ノットからマッハ1近くまで増加した。パイロットは、機体の姿勢を回復できず、現地時間17時5分にエジリン付近の池に墜落した。事故の主な原因として、86便を トライアックス185便の進路上への降下許可を出したという管制官のミスが挙げられた。ありがとうございます。